浦野幸雄は日本の政治家、衆議院議員、労働大臣、愛知県議会議員などを歴任した。自由民主党では高知会に所属した。元科学技術庁長,長官の浦野康雄は娘婿、愛知県西鴨郡佐な村出身。父親の浦野本一は米国資料省を営んでいた。佐なげ第二尋常高等小学校卒業。 1930年3月、東方商業学校卒業。日本大学生経過中退後は、家業の米国資料省に従事する。1935年1月、王将して中国北部へ出生した。1946年1月、食料営団西鴨市所長に起用される。1947年、父親の裏の本市は、 さなげ村長選挙に立候補し初当選。幸夫も同年4月の愛知県議会議員選挙、西鴨郡選挙区に日本自由党公人で立候補するが落選した。1951年、愛知県議会議員選挙、衣市選挙区に自由党公人で出馬し初当選。1960年10月24日、衆議院が解散。その翌日の10月25日、 東京の衆議院議員の小林家内が急逝する。浦野は欧米産業視察議員団の団長としてサンフランシスコに渡航中であったが帰国。10月28日午後9時に羽田空港に到着し、東京に一泊。豊田市から迎えに来た講演者、関係者と会い、出馬を決意。翌10月29日、地元に戻り、 豊田市の事務所前で市民の歓迎に応え挨拶をしている最中に池田隼人首相から激励の電話を受ける。同日、小林の講演会、支援団体連合会は幹部会を開き、浦野を押すことを満場一致で決めた。自由民主党県連も幹部会を開き、浦野の公認候補の推薦を決めた。10月30日、第29回衆議院議員総選挙が公示される。 投票は11月20日に行われ、得票数2位で、初当選した。行政管理庁政務次官、自民党商工部会長などを歴任。1976年9月15日、三木改造内閣に労働大臣として初入閣。就任と同時に、厚労協統一ストの解決を目指し、労働側代表と、精力的に会談を重ね、スト回避の原動力となった。 同年12月5日に行われた第34回衆議院議員総選挙で6選を果たす。しかしその直後の12月17日、東京労災病院に入院。1977年1月16日、心不全のため同病院で死去した。去年63。これにより、辞典の稲垣実夫が繰り上げ当選した。同年1月17日、君一等随法省受賞。 同年3月1日、豊田市名誉市民。豊田市柔道会創始者で、同会の永代名誉顧問であった。ありがとうございます。